どうもー、えー、今週も、えー、仕事1週間終わってですね、えー、水曜日ということで今からお酒を、えー、飲みたいと思います、えー、先週と一緒でですねこれラフロイグですね、えー、ラフロイグクオーターカスクでのハイボールをこう作りましたこれやっぱ一杯目はこれでねちょっと贅沢にこにハイボールを飲もうかなという感じで飲ませていただきます ああ、このスモーキーさがねこう。1週間の疲れをちょっとや癒してくれるというか、そういう感じですね。ほんでえー、先週と一緒でですね。これですね。厚燗厚管を伸ましていただきます。そしてですね。これですね。おちょこをちょっと買いましたで。 えー、せっかくやしね、とっくりとおチョコね、こう、日本酒を飲むようになったんでね、ちょっと買おうかなと思ったんですけども、このおチョコだけ買いました。で、とっくりはね、前と一緒なんですけど、またちょっと、えー、とっくりだけ買いに行こうかなというふうに思ってます。で、これですね、えー、1合ですねもう。日本酒は1合で、ストップです。あとはまたハイボールを、えー、あと2杯ぐらい飲んでですね、こっからまだ余裕があれば、えー、焼酎。 緑茶割りにしようかなと思ってますそしてですねおつまみはこれですね初おつまみこれ、えー、これがですねスルメの、えー、キムチスルメのキムチっていう初めてなんですけどちょっと買ってみましたスルメのキムチと味噌、えー、にんにくですねこれ見えるんかな味噌にんにくこれをこう食べます うん、スルメのキムチどうなるのなとうーんうーん スルメのキムチはねなかなかどういうんですかねこう濃厚というかね <laughs> やっぱりスルメなんで、ね、スルメにキムチが絡まってるからこれ何とも言えない味なん <laughs> やろこれで味噌にんにく味噌にんにくはね先週もちょっと食べたんですけどねこれうんまあコリコリとしてねそれとですね豆もやし 豆もやしですね。これがなかなかうまいかな。うん、うん、うん、うん。結構酸味が効いてますねこの豆もやしは。 この1週間の振り返りですけどね、今週はちょっとね、うーん、あまり満足できるような感じではなかったですね。うん、じゃあ、お店に関してはね、で、えー、それそも、そのお店のこともそうなんですけど、ちょっとね、えー、右足のね、薬指とかむちゃくちゃ今痛いんです。で、この痛みは何やろうなと思って、こう。 こう歩なんかしてるこう動きの中でねこう針に刺されたような痛みがこう走るんですね。でそれもチクッとちょっと一瞬だけ痛いんじゃなくてまあまあこう何秒か痛いみたいな感じがあってかなりこれちょっと僕の中で気になってるんです。今日の朝から23日前からあったんですけど今日の朝が今日の朝が今日1日がちょっとこう痛みが出る回数が増えてるんでね。もしかしかたら お医者さんで見てもらわなあかんようなものなのかもしれない。ちょっと想像がつかないですね。こう、骨折、例えば、なんか小さい骨が骨折してるんであれば、どうなんですかね。ずっと痛いんですかね。もう昔、指骨折したことがあるんですけど、その時は。あれですね。まあ、疼くような状態が続いてきて、その痛みに徐々に慣れていくような感じだけど。 痛いい状状態態が続いてる状態骨折やとそういう感じやった覚えがあるんですけどこれだから今は全然痛くない時と突然こう針がっと刺されたような痛みがこう何秒か続くみたいなこれなかなか不愉快なちょっと痛みがこう続いておるんですけどこれねちょっとね厄介ですねこれほんか神経でなんとかなんかなってるんであればねまたそれも厄介やし。 でこういう痛みが出た時っていうのは何かね体がこう何かをねこう訴えてる場合もあるんでそれを考えながらそれを見つけ出してそっからこう解決していくっていう方法もありますし単純になんか骨折というか日々言ってるとかなんかよくわかんないですけどなんかなってるんであればねもう安静にするしかないでしょうしねこんなこういう薬、えー、のこのちっさいところなんでね ほんまこの一部がほんで触ってても全然痛くないんですよねただ急にこうピリッとこう痛みが出るっていうこの感じいうのが何なんやろうなぁと思ってほんで痛風とかやと親指ですよねどうなんやろう,何やろうなぁと思ってほんでそんな荒れた食生活別にしてないですしね、うん、このチートデイだけはまあ結構食べたりしますけどうん まあまあそれはそれとして今週ですねちょっとねあのー、売り上げはあまり今週はよくなかったですねでまあまあ波があるんでしょうがないんですけどもうんそうですねやっぱりそのうーんまあ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 その言ったらそのね 集客っていうのはまあ自分でそのこうコントロールできるもんでもないんでねそのやることやってもあとはもうほっとくというかもうやることやってあとは自分のその毎日やらなあかんことをもうやるしかないですよね。それをやっていってほんでこうお客さんを待つっていう形ですね。でそこであんまり意識を持っていきすぎるとね、えー 持っていきすぎると,というかそういうことに意識持っていってもねしょうがないというかねこっちで何もできないんでねどうしようもないというかだからまああのぼちぼちいこうかなっていうところですよねもう途中からやっぱ開き直るというかねそういうところになるなりますよね開き直るなしょうがない開き直る以外も方法ないですよねほんであとはもう 自分のやることをもどん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 やっていくやりてややろうとしていることをどんどんやっていくしかないですよね。うん。あとはもうしょうがないですよね。自分はもうそのある程度ベストを尽くしてやってるんで、それについてまあなんかこう思われることはしょうがないし、そこはもうねあの去るものをわず来るものを拒まずっていう形で。 やっていいくしかないですね、うん、その辺はねもうしょうがないですよね、うん、で去る者追わず来る者拒まずこれはね、えー、僕の空手の先生がね、えー、されてることなんですねで空手の先生を見てるとそういう感じなんで僕もそこは見習ってそういう形にしてますそれしょうがないですよねどうしようもないしっていうとこですね やはりハイボールはうまいとハイボールはうまいなというところではありますけども、ねうん、まあでも1週間頑張ったんでねもうそれでよしとするしかないですあとはもうこっからの時間をねこうゆっくりとねえー、まあ、えー、ドラマ見たりえーまあ、バラエティ見たりしてこう えー、気持ちを緩める形ですね。ほんで明日はちょっと僕映画見に行こうと思ってるんです。えー、僕の大好きな、えー、西川美和監督の、えー、素晴らしき世界これを見て見に行こうというふうに考えております。ということで、えー、そろそろ時間ですかね10分ぐらい経ちますんで、えー、あとはもう僕の、えー、プライベートに入りたいと思います。ということでどうもありがとうございます。